マルギット橋は、ハンガリー、ブダペストに位置し、ブダ地区とペスト地区を結ぶドナウ川に架かる橋である。この橋は、ブダペストで北から2番目であり、また2番目に古い橋である。この橋の両端は、ヤーサイマリ広場とゲルマヌスギュラ公園となっている。また、この橋は、マルギット島を経ており、マルギット島の両側で橋が165度の角度で曲がっている。 全体の長さは637.5メートル、幅は25メートルである。この橋は、フランスのギシエルネスト・ゴアンによってデザインされ、バティニョール製造会社によって、エミーレ・ヌギエの監督のもと、1872年から1876年にかけて建設された。現在、マルギット橋は、ブダペストでは一つ、下流側にある、成池に鎖橋に次いで、古い橋である。 この橋は、マルギット島の両側で165度の角度をなして曲がっているが、この形になった理由は、途中でマルギット島へ降りる部分の建設が当初から予定されていたものの、資金不足により20年後まで建設されなかったことによる。ブダペストのすべての橋は、第二次世界大戦時、ドイツ国防軍の工兵隊が1945年1月のブダ側への退却時に破壊した。 ただし、マルギット橋は1944年11月4日に、すでに偶然の爆発によって、橋の東半分が倒壊しており、その際には600人の市民と40人のドイツ兵が死んでいた。再建に際しては、その壊れる前の橋の鉱材が川底から引き上げられ、材料として用いられた。再建後のマルギット橋マルギット橋は、ブダペストで最も使い古された橋で、 2009年8月21日から精密検査がなされた。2009年内には道路交通を遮断し、トラムのみが橋の上を運行した。その工事は現在は終了しており、現在では歩行者、道路交通、トラムのすべてが橋を再び通行することができる。橋が落成されてすぐにこの橋は人々の個人的及び経済的な問題を引き受ける。 場所となり、つまり自殺者が多く出た。アラニアーノ氏はこれに感化され、彼らに対するバラットを作った。それはリーフレットで広く知られるようになり、ジチミハーイの挿絵と共に紹介された。ありがとうございます。